敵はその目で見極めなさい。魚人島の危機を救った麦わらの一味はジンベエらに見送られて出航し、ついに新世界へと突入した。灼熱と極寒の地に分かたれた謎の島パンクハザードを発見した一味は、島内を調べるために上陸を決断。それを追うように新世界 G5 支部に所属を移したスモーカーも島へ入った。やがてスモーカーは島内で謎の研究所を発見する。そこにいたのは新たに桜花七部会の座についていたトラファルガー・ローだった。対峙するスモーカーとロー、そこに麦わらの一味も現れて乱戦状態になるが、彼らの真の敵は別にいた。この島で兵器を開発していた科学者マスターシーザー・クラウンである。ローはルフィに海賊同盟を持ちかける。シーザーさえ誘拐できれば四皇の一人を引きずり下ろす策があるというのである。同盟を承諾したルフィはシーザーの勢力に戦いを挑んだ。しかしシーザーのガスガスの実の能力によってルフィ、さらにはスモーカーまでも敗退。ローもまた突如現れた G5 基地長ベルゴによって囚われの身となる。やがて事の全貌が明らかとなる。シーザーの後ろ盾となっていたのは七部会の一人ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。シーザーを支援していたベルゴもまたドフラミンゴに従う海賊だったのである。ドフラミンゴはジョーカーと呼ばれ、兵器の調達を請け負う闇商人として暗躍。その庇護下にあるシーザーは今この時も新型の殺戮兵器死の国の実験をしようとしていた。ルフィとローはシーザーを捕らえるため、スモーカーは部下を裏切ったベルゴにけじめをつけるため再び戦いを挑む。ベルゴ。問題ない。実験はいつ始まるんだ。時期だ。モネ、映像を出せ。はい。ん？おお、自由だ。さあ、お前らをどうしよう。どうするかもう決めてやんだろう。さっさと早く鎖を解いてください。何でも言う通りにしますから。ふざけんな、たち。海賊に媚びてまで命が惜しいか。今は土下座してでも命を乞うべきです。ここで死んだら部下も全員見殺しに。女の方がいくらか利口だな。作戦は続行だ。今度こそシーザーを捕らえるぞ。暴れるぞ。まずは麦わら屋の仲間と G5 の海兵を使い頭数を増やす。いいね。捕らわれている奴らは門番を倒せば解放できるはずだ。私は G5 の解放に向かいます。よし、仲間を助けるぞ。海賊どもと共闘することになるとはな。仕方ない、行くぞ。Hey!
ありがてゃ、まだ仲間が捕まってんだ、助けてやってくれ。貴重な実験体を逃がすとまだ、マスター、まもなく作業完了します。ああ、その作業が済んだらそこを離れなければ危険だ。離れられればの話だな。ああ、トラブルです。なぜか扉が閉じてしまって部屋から出られません。なぜかじゃねえ、俺が閉じたんだ。シュロロロロロ、お前たちは実験台第一号だ。光栄に思え。マスター、助けてください。さあ生まれてこい、殺戮兵器死の国。島の景色を一変させちまえ。ああガスがもう、だっけ、シュロシュロロロロロロロ、やったぞ、成功だ。灰のようにまとわりつくガスは全身を一気に麻痺させる。さあもっと見せろ、地獄絵図を。俺に任せろ。この施設に侵入したのが運の尽きだな。貴様も死の国の実験体にしてやる。よかった、助かった。ここまで。タイガちゃん見てくれ、この者をゴール一部で。全部の空軍が助けに来てくれた。あんたの死眼なんか食らっちゃ命が。みんな離れて、そいつはもうあなたたちの知る男じゃない。ベルボさんがこんなことするわけねえ。こいつ偽物だ。助かったぜ。他の仲間も捕まってんだ、頼む。行きますよ。まずいぞ、シーザーに狙われてる奴らを脱出させろ。すまねえ、助かったぜ。関わっている暇はない。助かった。もうダメかと思ったわ。みんなじゃ死ねえよ、誰一人な。お前なら。ようやく自由の身か。行きますよ。すまねえな、他の仲間も助け出してやってくれよ。任せろ。
の国を流し込め、誰一人生きてここから出すんじゃねえぞ。ここも危ねえ。仲間を死なせたくなければシャッターの奥まで逃がすんだ。シャッターが閉まって先に進めねえ。カイヘイ、お前ら管制室に行って開けてこい。お、よし、シャッターを開けりゃいいんだな。G5、遅え。こっちは時間がねえ。私の任務はシーザーとその実験を守る。困るな、大切な実験体が逃げ出しちゃう。SAD の製造室を破壊しに行く。閣僚や、お前はどうする？仕方ねえ、行ってやる。邪魔をしないで。こいつ、ロギアの能力者だ。ここまでです。この者をトール一部で。
俺が目指すのは世界一の剣、それまで負けるわけにはいかねえんだよ。ここまでです。我が物一刀流大進退にしぐれ。引っ込んでろ。俺が蹴りつけてやる。ここまでです。我が物一刀流観念しな。ホワイト西村ホワイト西村
お前の登場は誤算だ。ベルゴ、訂正しろ。ベルゴさんだ。お前の真実は部下たちに知られたくねえな。そんな裏切りはねえ。俺に頼んでいいのか。スボヤン中将、そいつ偽物だ。変装か能力者か、ベルゴさんの真似してやがる。ベルゴ中将はな、こんなはみ出し海兵の俺たちをいつもかまってくれる仁義の男だ。偽物！ベルゴ、あいつらお前をまるで親のように慕ってやがる。こんな裏切りはねえ。基地長の私が何をしようと勝手だろう。ああ、痛い！ベルゴ、熱くなるじゃないか、スモーカー君。俺の正体を知った者たちはどの道消えるしかない。お前がどれだけあいつらと長く付き合っていようと、百歩譲って基地長だろうと、俺の部下に手出してんじゃねえよ。これで終わりだ、ベルゴさん。やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ、そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてろ。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。生きがってくれるじゃねえか、小僧。大丈夫か？ベルゴを切れさせてやしねえか？昔、覚えてるか？どうなった？お前、ベルゴをぶち切れさせて、一体どうなった？お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした？あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。じゃあな、海賊ベルゴ。モネもベルゴもやられちまっただと？火の国の注入範囲をさらに広げろ！
ャッターを閉めろ。部下どもが巻き添えきっても構わぬ。施設内全域に火の国を流し込んでやる。俺の能力で味方を脱出させる。お前ら、俺を援護しろ。我が優秀な部下たちよ、急ぎ管制室を取り戻してくれ。まずいわよ。管制室から扉や換気口を操作されたら毒ガスから逃げ切れなくなる。覚悟しろ。俺の本領はこれからだ。行きますよ。何をグズグズしてやがる。こうなりゃ俺が直接手を下すしかねえな。大体集まったか。今から俺の能力でお前たちをここから逃がす。トラオ、俺は逃げねえぞ。当然だ。後の始末は残った俺たちである。薄領屋はどうする？俺も残る。 G5、 お前ら先に行って船の準備をしとけ。スモヤンが残るなら俺たちも残る。逃げ遅れた仲間がいるかもしれねえし、あんたらの逃げ道も確保しとかねえと。バカ野郎、仕方ねえ。無茶すんじゃねえぞ。話は済んだ。さっさと終わりにするぞ。おう、シーザーをぶっ飛ばしてやる。シャンブルズ。あとはシーザーだけだ。行くぞ。山ばっかりしやがって、てめえだけは許さねえ。俺たちの目的はシーザーの誘拐だ。ぶっ飛ばすのは構わねえ。必ず捕らえろ。ここまでです。望むの。観念しな。これで終わりだ。カウンター一瞬で。
この神経に働きかける速度たるや、もはや芸術。おい、どこ行く？麦わらのルフィ、急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもう、この島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。の顔はもう見たくねえ。ゴムゴムの。そうだ、麦わら、お前俺の部下にしてやっても。グリズリーマグナム。イゴメガ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上、すぐに追っ手が来るぞ。そうなのか。よし、わかった。宴だな。
おい、太平が海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で、兄貴。ロー、お前麦わらを利用して何を始める気だ。利用ね。どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだが、さて麦わら屋の一味は俺の手に負えるかどうか。